マコナコです。今回は FF7 のリメイク、この評価レビューをやっていきたいと思います。やはりこのゲームの魅力の一つはグラフィック面だと思いますが、この海外のリアリティある映像とはまた別のアニメ調を残しつつのキャラクターや、また周辺の描写、それらを含めて見ると、やはりこの世界観、これを盛り上げるのに十分なクオリティとなっているかと思います。プレイステーション版で遊んだ人、そこの人からするとこのクオリティを見るだけで遊んでみたくなる、そのような映像面での質の高さになっています。この序盤に関してですが、少しテンポの悪さというものが見え隠れします。前に進む、そしてその度にムービーが挟まっていく、これは導入部分だからチュートリアル的な兼ね合いもあってこのようになっているのか、それとも製品版が出てもいろんなストーリー進める過程で同じようになるのか分かりませんが、この序盤のテンポの悪さというのは、これが続くんであればテンポの悪いゲームというふうになるかと思います。まだこの導入部分、操作説明とかがありつつの内容なので、そこを込みで考えると、まだここの部分に関しては製品版がどうなるかわからないというのが正直なところです。このあたりを好むかどうかはやはり人それぞれですが、ゲームを進めていく過程で全てがこういう感じであればちょっと厳しいのかなというのが正直な評価です。だがそれらも含めて、このゲームはゲームを楽しむのではなく映像を楽しむものと考えれば、それもいいのかなというような気がしますが、どうでしょうか。戦闘に関しては2つほどの操作があります。まずある程度自動で動いてくれて、要所要所でコマンドを入れていくクラシック操作、もう一つはアクション中心の操作。今回のゲームに関しては基本はアクション中心の操作がメーカー側がプッシュしたいものだと思うんですけれども、今回先にクラシック操作から説明して、それでその後にアクション操作がどうなのかを取り上げていきたいと思います。基本は操作はクラシック操作でやるのがおすすめです。敵の攻撃等も自動で防御をやってくれたり移動もしてくれるので、また勝手に通常攻撃であれば攻撃も当ててくれる。ゲームにやり慣れていない人、そういう人からすればもってこいの操作となっています。自分で操作するのは例えば必殺技を使うときや魔法を使うとき、アイテムを使うときのみなんですが、そうした基本的なコマンドの部分に関しては何かを入力してやるときに関しては自分でやっていく。なので全体の状況を見極めて、 HP が減っていたら回復アイテム使う、回復魔法を使う、もしくは一気に敵を攻撃したいんであれば強力な技を使う、魔法を使うなどといった、少し引いた目でそのゲーム中の状況を見比べて戦っていくことが可能になります。ある意味従来型の RPG らしい、だけれども見た目に関してはアクション的な見た目もありつつ、これは見た目の部分、アクション的な見た目もありつつなので、より白熱した映像を楽しむことができるようになってます。だが場合によってはもう自分で操作も即座に切り替えられますので、どこかに移動したいとか、そういう場合、もしくはターゲットを切り替えたいとか、そういう場合に関しては自らで操作も可能、またボタンを押すことによって通常攻撃などもできるようになりますので、その切り替えも気軽にできるようになってますので、なので基本的にはクラシック操作がおすすめとなります。だがこの体験版の段階ではクラシック操作やると難易度が必ずイージーになってしまうので、簡単なモード難易度になってしまうので、これが製品版でクラシック操作でも通常の難易度を選べるかどうかが一つポイントになるかと思います。やはりゲームを普通に遊んでる過程でなんか難易度低いの嫌だなっていう人は当然いると思いますので、便利な操作性でありなおかつ通常の難易度で遊べるようになるかがポイントかと思います。今回せっかく追加されたアクション操作なんですが、いろいろとゲーム性として破綻している部分があるので、あまりおすすめができない、そのようなものになってます。このアクション操作はやはり没入感があってガンガン楽しむという楽しみ方ができるはずなんですが、それをコマンド操作という別の要素、俗に言う RPG らしい何か選んで何かを行動する、そういう要素も加わってしまっているために、せっかくのアクションの良さが消えてしまっているんですよね。
何かをやろうとした時に、あでもそれでもコマンド入れなければいけない、そうするとゲーム中の画面が止まってしまう、まあ、実際には少し動いてるんですけれども、ほぼほぼ止まったような状況になる。その止まる時とせっかくいろいろ動かして白熱してる時の、せっかくの入れ込んでる時、それがもう温度差がすごく変わってしまうんですよね。せっかくのその白熱具合をもうコマンド操作入れるそのタイミングで一旦消し去ってしまう。だからそこら辺のテンポの悪さというか、熱中度を急に自らコマンド操作によって下げてしまうという部分が、このせっかくのアクションを台無しにしている部分かと思います。結構動作にワンテンポ遅れた部分があって、防御をやりたくても防御までに時間がかかる、回避をやりたくても回避に時間がかかって、何かやってくると思って回避やっても全然回避ができない、そのあたりの動作の遅さが、まあ、テンポの悪さにつながっている。でこれがアクションゲームとしてもともとやってるんであれば、例えば敵の動きを見て攻撃をやる、もしくは防御を早めにやっておく、回避を早めにやっておくというようになるんだけれども、それをやってしまうともう完全にアクションになってしまうんですよね。でその完全なアクションをアクションゲームとしてやるんであれば、やはりそれに適したゲーム内容になってなければいけないんだけれども、先ほど説明したコマンドの入力なども他の煩雑な部分もさらに追加されていることによって、そのアクションゲームとして遊ぶならばなんとか許されたことも許されないような状況になっている。それによって全体的なゲーム性の部分がすごいごちゃごちゃしたものになっていて、なかなかそれが楽しいという状況に持っていくのが難しい。もしこれが普通に見えた段階で防御やって防御が間に合う、回避やって間に合うんであればそこまで問題はないんだけれども、他の煩雑な部分と相まって事前の防御、事前の回避が必要になることによって、なかなかそのゲームの面白みが感じにくいと言ったらいいか、防御、回避、もうちょっとね動作早くやって気軽に遊べるようなアクション性にした方が他の要素と含めて考えると良かったのではないかと思います。今回一つのポイントとなるのが ATB という、そのゲージが溜まっていき、一定以上になったならば強い技や魔法やアイテムを使うことができるという要素があるんですけれども、それを確認するためには右下を見ないといけないんですよね、画面の右下を。でそうすることによって、当然アクションで戦っているのは真ん中なので、だけれどもちょこちょこと右下を見なければいけないということになってしまって、そのアクションがそこに集中することができないという問題が発生してしまっている。また ATB ゲージはキャラクターごとに分かれていて、自分のキャラクターであれば結構溜まりやすいんだけれども、他のキャラクターは溜まりにくかったりするので、そのいろんな技とか魔法とかアイテム使うというのが、自分のキャラはできても他のキャラがやりにくい、なかなか溜まらずに使えないというパターンがあります。他のキャラで回復させようと思っても全然 ATB ゲージが溜まらない、もしくは溜まってもじゃあ回復だけに使っていくと、そのキャラクターの良いところも活かせないみたいなことにもなりかねないので、このあたりのまず目線を右下に動かさないといけない、またキャラクターごとにあるのでそのキャラクターが使えるかどうか確認しなければいけない、だけれども真ん中ではアクションをやってなければいけない、ここら辺の煩雑さがうまくゲームにマッチしてないような気がします。これもさっき言ったようにアクションに特化して何か作っていれば問題なかったものも、コマンド入力であったりその ATB であったり、さまざまな要素を詰め込んだことによって奇烈なゲームになってしまっている。仮にそれが慣れたとしても全員がそんな要素になれるのはなかなか難しいので、ここまで複雑なものになっていると。でその複雑が楽しければいいんだけど楽しさにつながってないというのが、この FF7 リメイクの戦闘のアクション要素になってしまっている。せっかくメーカーが力を入れて作ったつもりであっても、このゲームの評価を下げてしまうのはもう戦闘のアクション要素だと思います。最後にまとめとして、このゲーム映像作品と考えるとものすごく優れた作品になっています。そしてその映像を楽しむんであれば、ぜひともクラシック操作で遊んでもらいたい。そうすることによってこのゲームの不満点の多くは解消されます。だがアクションゲーム
このゲームおすすめだとメーカーが言ってるように思えるので、アクションでやりたい、通常の難易度でやりたいとなってしまうと、さまざまなストレスでゲームが嫌いになってしまう恐れがある。このあたりをどう考えるか。もし FF7 を嫌いになりたくないんであれば、ぜひともクラシック操作で遊んでもらいたいというのが今回の評価のまとめとなります。まあ、それでも自ら遊んでみて、ぜひともねこの魅力の部分も堪能していただけたらと思いますが、どうでしょうか。以上で FF7 リメイクの評価レビューを終えたいと思います。多分ですがゲーム実況やっていくと思いますので、その時にはぜひ動画ご覧いただけたら幸いです。私は様々な苦行を乗り越えるために、ぜひともアクション操作でプレイをやっていきたいと思います。ではでは。